背景、七男キリコ様。後ろに下がっては前に出て、座り込んで見上げたかと思えば、また立ち上がって覗き込んだり、そんな行動は、ガラガラのライブハウスでは、あまりにも目立っていました。ガラガラのライブハウスにはもったいないくらい、その日はなんだか調子が良かったのを覚えています。そんな時は決まって時間の流れが遅くなる。珍しく、 気だるいアルバイト中と同じ速度で時間が流れるんです。マイクの前で無駄に溜めを作ったりして、それっぽく情感を込めている自分に、ライブハウスの床が語りかけてきたものです。他人の心の隙間を埋める前に、ライブハウスの隙間を埋めなさい、と。ライブを終えて楽屋を出ると、あんたいいね。あたし漫画描いてんだけどさ、七々きりこって言うんだけど、と言われて驚きました。 ちょうどその時期、仕事もせず昼過ぎに起きて、彼女の家で彼女の帰りを待つ日々に、下校中の小学生の声を時計にして、3時30分ごろ、本棚から抜いて寝転がって読んだ、かぼちゃとマヨネーズに自分を重ねていました。あの時、笑顔で CD を受け取ってくれて、連絡先を交換してくれて、いつか書きたいと言ってくれたあなたには、今でも感謝しています。 あなたの作品はちょうど尾崎世界観というふざけた名前を名乗り始めたあの頃の気分そのものでした。これは俺だ。でも圧倒的に髪型が違う。この人は前が重たくて後ろが軽い。それに比べて俺は前が軽くて後ろが重い。それは金がなくて美容院に行けず自分で髪を切っていたからで目の届かない後ろを自分で切る技術も勇気も持ち合わせていなかったからです。次洗面所詰まらせたら殺すから。 絶対に家で切るなと言い放った彼女がたまに機嫌がいい時だけ髪を切ってくれてそれが良かったんですでもあの髪型にはならなかった前がいい感じに軽くて後ろがいい感じに重いただいつものがいい感じになっただけで根本は同じでした「今日は甘いものある?」「甘いものあるよ」この会話に反応したタクシーの運転手に「お子さんですか?」と聞かれた彼女は「まあそんなようなものです」 と答えたそうです。甘いものっていうのは水っぽい生クリームで浸した大きめのプリンのことで仕事帰りにこれを買ってきてくれる日は大抵ご機嫌でした。そんな時はここぞとばかりに鏡の前に立ってギターを弾いて次のライブでやる曲を頭から通したりしました。練習したくても金がなくてスタジオに入れなかったからです。アンプを通さないエレキギターからは パンツ一丁でギターを弾く姿によく似合う、とても間抜けな音がしました。一度だけもらったメールは CD の感想で、渡した CD に今度出る新刊のセリフと同じ歌詞があったという報告でしたね。彼女と別れてしまったから、その新刊、キャンディーの色は赤は自分で買いました。なんだか、こち亀の143刊だけを持っているみたいで恥ずかしくなりました。でも、作品の中に、 歌詞と同じセリフを見つけて嬉しくもなりました。あなたの作品の、こうして映画のパンフレットに、作品には触れず、原作漫画の作者への手紙を書くような尖った空気が好きでした。クリープハイプ。小崎世界観と、はい、これはですね、カボチャグッドマヨネーズというナ,ナナンキリコさん原作の漫画が映画になったんですよ、去年。で、その、去年だっけ そのパンフレットですそのパンフレットの中に尾崎世界観がなんだろうなコラムコラムじゃないかなんか文章を載せてたんですよ。さき世界観すごいなんかね作品のことを一切書かないと <laughs> がった世界観だったので読んでみました。いやこのパンフレットめちゃめちちゃゃ貴重だと思う 売ってないでしょうこういうの売ってる場所あるのかなぜひなのなんきりこかぼちゃとマヨネーズ」の漫画読んでみてください。以上です。バイバイ <laughs>。